する店長呼ぶ。いや店長ダメ、イケメンだから。そうか、うん、店長はね、あのすごいここのあの花という花を全部持ってくから、多分あの顔で、うん、めちゃくちゃイケメンなんです。そうですね、めちゃくちゃイケメンなんですよね、はい、もう大貫さんすごかったな。そうだね、大貫さんなんかもう今日のファッションで、おしゃれだったか、うん、もうほんと冬っていうか秋だね。そうだね、もう秋だよね。でもう冬にもなるもんね。そうだね、早いよね、この時期が一番ね。くるちゃん、今年の秋は何か目標あるの？今年の秋は、リアルの話をすると、なんだろう、映画に、どうなってますか？映画？なんか出る、はい、なんか、後で言います。ちょっとごめん、配信の皆さんも気になるから、何？今年の秋は、本当いろいろな、なんていうの、ちゃんとキャラ設定をしっかりした状態で、いろんな番組に出たい。出たいんだ、うん、映画の文字何の？俺何も聞いてないんだよ。まだどの？撮るよ。はい、です。わかりました、わかりました。はい。頑張ってください。はい。秋ね、映画か。それこそ今年の秋は？今年の秋、ほぼほぼ鹿児島で、うん、はい。まあ、まだハネムーンウォークした？してない、してない。これから俺の話聞いてた。俺3月がハネムーンウォークだ。あ、そっか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 。坂本龍馬として3月17、18は、うん、ハネムーンウォークで坂本龍馬として、うん、はい、鹿児島には帰りますけども、今月も、19から28までかな、8までは九州にいるので、うん、福岡だったりとか宮崎、鹿児島に多分いると思うので、うん、ちょっとね、撮影があるので、うん、それでちょっとモデルの方で仕事がありまして、行ってまいります。はいはいはい、であとね、映画の短編映画、突然恋人なんですけれども、はい、今さん DVD 発売中でですね、うん、事務所のホームページからも買えるようになってますので、よかったら見てほしいんですけれども、ケーブルテレビの方でですね、はい、ちょっと今日お話がありまして、うん、ケーブルテレビ全国、うん、突然恋人、うん、放送決定しました。おい、いやー、もう本当にもうありがとうございます。ケーブルのテレビの、ね、社長さん、もうありがとうございます。もうこれはね、本当に嬉しい。ケーブルテレビってどうやったら見れるんですかね？契約すれば見れる。あー、そういうことね、うん、やっぱり地方っていうのはやっぱり番組数が少なかったりするから、はいはい、やっぱりケーブルとか繋いでるところが多くて、うん、特に地方はね、田舎だったりとか、うん、だからそういうところで自分のね、はい、初主演映画が流れるということで、30分、40分ぐらいかな、それぐらいだね、はい、もう恋愛映画なので30分かな、31分なので、よかったらもう全然なんか見やすくなってると思うので、時間的にもね。久美ね、上映会見に行ったのよ。そう、見に来てくれたの、ありがとう。ちゃん、本当に面白かった映画ね、ありがとう、うん、あのね、翔平くんが、あのね、もうすごいキュンキュンどころを全部持ってくるで、浩平くん、うちの事務所の浩平くんいるじゃん、はいはい、います、ね、が、面白どころを全部持ってくのよ。そう、あ、ね、なんかキュンキュンさせるとこいっぱいあったはずなんだけどね、みんな笑ってたよね。みんなはもう面白かった、面白かったし、キュンキュンするし、うん、もうすごい、なんかわーってなった。いい映画だった、あれ、恋愛映画って感じだよね、うん、実際恋愛映画で、主演のゆべらとも千代ちゃんも、はい、本当によくしていただいて、まずね、うん、うちのマネージャーとか社長も見てたんですよ、うん、5年前が結構ちょっと眼鏡かけて帽子かぶってなんかこうリュックからって感じなんだけど、5年後に5年間海外にいるんだけど、うん、帰ってくるんですよ、うん、日本に、うん、そう、そしてあるシーンで登場シーンがある、うん、それを見た社長が一発目に言ったのが、チンピラじゃんって言ったの。いや、ほんとにチンピラだった。チンピラじゃねえから、ほんとにチンピラじゃないから、本当に見んで、そのチンピラみたいな、まりそうだ、チンピラじゃんって言った瞬間に、他事務所の社長さんが、大丈夫、大丈夫、チンピラでもかっこいいからってことは、チンピラじゃない。チンピラじゃないんですよ。クールな、クールな、できる仕事のね、エージェントっていう感じを。あれだね、いろいろできるんだね。本当に、だからさ、俳優って楽しいよね。いや、あ、でもコメントでも見ました、キュンキュンしましたって。ありがとうございます、見ていただいて。なんていうの、クミが一番おってなったのが、千代ちゃんがもういいって言って出てくじゃん。出てくね。それを翔平くんが追っかけるじゃん。その瞬間におーってなった。
何病んでるもう人のラジオって見てると楽しくて楽しくてなんかじゃあ恋愛系だなと思って。だけどクミちゃんがいきなり配信中いなくなったら俺も追っかけっかよそれ恐怖の方でしょ、うん、多分マネージャーさんとかも全部追っかけてくるやつでしょ。いやマネージャーは多分ね、うん、あの追っかけない面倒くさいから多分疲れることしない追っかけて追っかけても追っかけないはい、ということですね、はい、ちょっと今急遽ですね、はい、ゲストさんの方が来てくださったということで、はい、じゃあちょっとケミちゃん準備をしてもらいたいですね。はい今日はミシ、はい、はい、じゃあ、はい、出てみよじゃあちょっと次回予告って感じで、うん、汗顔だけパパッと出てもらって、ね、後ろ姿だけどパパッと出てもらって大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、じゃ あ, 来週来ていただきます。じゃあ来週はい、どうぞ。はい、じゃあどうも、始めまして、はい、始めまして。じゃあお名前を聞きたいと、ラッパーのロックスターと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございます。本当にこちらこそ。いや、私あのツイッターを拝見させていただいたんですよ。はい、なんかあので V を見たんですけど、はい、おーってなった。なんかすごかった。なんかラッパーさんでそんなに近かったことが今までなくて、はいはいはい、そうなんだ。そう、でも友達はめっちゃ好きで、はい、もう路上とかよく行ってるのよ。ラッパーさんに路上と、あの渋谷の路上とかでやってるじゃないですか。渋谷さんか。いやでももうそんなレベルの人じゃないからね。すごいすごいよ。本当にすごいって僕も聞いてるから。ありがとうございます。いやいやいや、もうロックさんありがとうございます。いや、すごいですね。もうこのなんか短時間でここまでこう。いやいやいや、全然あの、もうドストレートに言いますと、嘘つきなんですよ。いや、嘘つきじゃない、嘘つきじゃない、マジで。すごい、すぐ嘘つくんですよ。なんか、カツ丼頼んだのに、なんか、カツ丼持ってきたら、なんか、私、親子丼って言いました、みたいな。いや、やばいやつじゃん。一番やばいやつじゃん。カツ丼って言ったじゃんって言って、私、親子丼って言いましたって言って、で、なんか、お店のおばちゃんが困ってたら、嘘でーす、みたいなこと言われたりします。気をつけてもらえれば。はい、よろしくお願いします。お願いします。きょ今日はあの急なんかあれだったんですもんね。そうですね、急遽だったので。急遽だね。すみません、本当に。まだじゃあ詳しいあのなんか告知とか先生していただいてもいいですか。まあ例えばどういう形でこういうラッパーを始めたとか、はい、そういう部分はもうちょっと来週の配信でもうがっつり聞きたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。告知だけ最後してってもらいます。それか先生。うん、あ、どうします。そうですね、じゃあちょっと僕。はい、すごい失礼なこと聞いてるんですか。どうですよ、はい、普段とかってどういう活動を主に。普段ラジオ自分の番組やってたりとか、はいはい、あとはあとどんな仕事も歌詞書いてたりとか。あ、そうなんだ、はい、結構うちもその、まあ、お恥ずかしいこと、まあ、比べるとね少し申し訳ないなと思うんですけど、やっぱこうアーティストというかこう歌を本気でやってる子たちがいるんですけど、はいはいはい、そういう子たちになんかこうアドバイスとかこういう気持ちでいつも歌詞書いてるよとかいうのが、はい、結構配信を見てくれてる人とかも、はい、歌やってる方とかもいるので、はい、よかったらこうちょっとアドバイス的なものを。いやアドバイスどうなんですかね。そういうメジャー系ですよね。メジャーのそうですね、本当にこうメジャーのアーティストを目指してて、はいはい、歌やってライブとか路上ライブやってる子もいるんですけど、はい、すごいですね。でも路上やれるってのはすごいですね。路上僕できないですよ、逆に。なんでですか。いやなんか恥ずかしくて。あ、私ラッパーさんってすごいあのすごいなって思ったのが、はい、あのこの間私本当にラッパーさんにすごい疎いんですよ、はいはい、疎いんですけど、あの友達が大好きで教えてくれたのが、はい、もう韻を踏むじゃないですか、はい、あれってもう即座に思いつくんですか。思いつく人はなんか最近ねやっぱフリースタイルブームというか、うん、うん、そう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 です、そうです。なんかディスったりとか、はい、今なんか深夜番組とかでもやってます。フリースタイルやってる。結構夜中だけど、夜中たまに起きちゃった時とか見てたんですけど、はい、難しいですよね。だってただただ言葉をなんとかなんとかとなんとかとみたいなじゃないですもんね。あれなんか僕はできないですね。難しいらしいですね。難しいですね、あれは。でもまああれですね。まあアドバイスというか、じゃあちょっとここでですね、あの急遽が雑すぎない。ライブでちょっとアップで流して流すところです。はい、ライブで。めっちゃかっこいい。まあこういう感じでですね、活動されているということで、
もうだから本当に詳しいこととか、はい、がっつり普段何してるか、はい、来週がっつりちょっとよろしくお願いします。ちょっと言い方はすごい悪いんですけども、覚悟しておいてもらえればいいです。僕のことお二人のこと調べてちょっと質問できる。いや嘘つきの適当だから、ね、ディスり合いみたいなのやめて。本当にどうも初めまして、工場長です。面白くない。今日はこの辺でいいですか。はい、じゃあ、はい、なんか告知とかしてこなくて、来週じゃあ、はい、やらせてもらいます。はい、よろしくお願いします。来週をじゃあ本当に配信楽しみにしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロックスターさんです。ロックスターさん、どうも、福永翔平でした。やめろ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 いいじゃん、俺もああいう感じでなんか抜けるのに憧れなんだ。あのさ、なんかすげえ配信っぽかったね、今ね。今久々にちょっとオンモードになったね。え、ちょっとオンモードになった。